はい、皆さんこんにちは。今回はですね、名古屋市千種区にあります高麗道場に行ってきました。こちらのお店は言わずと知れた名古屋のご当地ラーメン、高麗系ラーメンの発祥で、元祖のお店らしいです。で、営業時間が平日のランチ時の11時から14時までのみとなっていて、訪問するにはなかなかハードルが高かったお店でもあります。で、場所は地下鉄桜通り線の吹上駅から徒歩7、8分のところで、住宅街の中にポツリとあるお店なんで、分かりにくいっちゃ分かりにくいですね。で、入り口付近のあの右側にある窓口カウンターで注文して先払いなんですけど、メニューは至ってシンプルで、松茸、ことぶき、樹竹、回廊っていうメニューがあって、松は基本のラーメンですね。竹がメンマがちょっと多くなってるラーメンで、ことぶきがチャーシューが多いラーメンで、樹竹はチャーシューとメンマが多くなってるラーメンで、回廊はとろろ昆布入りとなっています。で、僕は今回チャーシューとメンマが多い樹竹を注文しました。結構高麗系はメンマが特徴的でもあるんで、行く方はメンマ多めにするといいかもしれません、ね。で、店内はカウンター10席のみで、5年配のベテラン職人さん3名で昼間にしていました。で、この日は先客5名で意外と空いてたんですけど、いつもはすごい並ぶお店みたいですね。で、厨房で麺茹でを見ていると、数杯分をこう同時に麺を茹でることのできる特殊な形状のザルもすごい特徴的ですね。で、ほどなくして登場した一杯は圧巻で、メンマがこれでもかというほどボリューミーに入っています。で、他の具材はバラチャーシューとかネギとかが入っていて、あっさり系ですね。で、スープを一口すると、ルックスから想像していたように醤油系の味とはちょっと違っていて、あっさり系のさらりとしてるんですけど、旨味のあるスープですごい美味しかったですね。高麗系といえば玉ねぎとか人参のこの根菜系野菜と鶏ガラの豚骨で煮込んだ出汁って聞くんですけど、なんとも優しい味に仕上がっていて、最後まで飲み干せるようなスープだと感じましたね。で、麺は加水やや高めの中太ストレート麺ですね。で、チャーシューは柔らかいバラ肉で下味も良くて美味しいです。で、高麗系の特徴的なこのメンマは自家製で、コリコリとした食感ではなく、柔らかく味付けも控えめな感じでくどくないですね。途中で高麗人参酢をこう一回りかけて味変したりもできるんで、酸味が程よく効いてね、アクセントになって個人的には好きでした。しっかり僕も会員完食しました。高麗系のお店って名古屋市内を中心に20軒以上もあるようで、機会があれば他の高麗系も行ってみたいと思います。はい、今回はこんなところで、ここからは早送りでお楽しみください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのように主に愛知県のお店の情報だったり味の感想を発信していきたいと思っていますので、参考になったとか美味しそうとか思っていただけた方は動画を作る励みにもなりますので、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、ここの店もうまいぞとか、地元ではここの店が有名とかっていうお店の情報がありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。